絶対運命目視録。ねえワクワクさん、みんな足が洗濯バサミになってるんだね。ねえワクワクさん、みんな足が洗濯バサミになってるんだね。あらわらさんはじゃあニューボールパートナー凌介です。はい、今日は一人で動画で撮ってるんですけど、なんとですね、今翔太くんはですね、メイド合宿に行ってます。俺は寂しいということで、まあ一人でやられる動画をなんか考えてたんですけど、最近よく TikTok で見て、皆さんこれご存知ですか？これ一回は見たことあるんじゃないですかね。ラッハ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 ッ洗面台にこうガショってやると、ここからこうジュワーって泡が出てくるみたいなやつなんですよ。でも、なんかこれ見てて、いろいろ流れてくる中で思ったんですよ。みんな綺麗。目と目が合う。何を隠そう、うちですね、築17年にして、洗面台のあのなんか多分1回も掃除してないんですよ。やばいっすよね。で、そんな築17年1回も掃除してない洗面台でやったら、マジでやべえんじゃないかって思って、ちょっと今日これをやっていきたいかなと思うんですよ。やる？やろう。しゃあ、いくぜ！こっから出てくる、こっから出てくるから。一発勝負で、一発勝負。よし、では。やばい、これさ、あーってやったら、ずっくーって俺のさ、手にかかるよ、これ。よし、では。じゃあ、こちらのマッハ。泡バブルーンが、築17年の全く掃除してない家でどうなるのか、いくぜ！ファイヤー！うらぁ！あぁ！全然綺麗じゃん。持ってくのこれ、オチは。バリつまんねえやん。